千葉県です。はい、今回はですね、ホワイトボード書いてませんけども、人生からなくした方がいい3つの感覚ということでお話をしたいなと思います。はい、人生からなくした方がいい3つの感覚。感覚っていう風な表現を使ったので、わかりやすく、なんとか感、〇〇感、ね、そういったものですね、3つ挙げていきたいと思います。なので、これからお話しする3つが強い人。強い人というのは、やっぱりこう、なんだろうな、問題、トラブル、ストレス、そういったものがすごくこう、多いだろうなと思いますし、以前の自分も、それがやっぱ強かった。だから、悩むし苦しむし、みたいなね。で、その、これからお話しする3つ、全部クリアしたわけではないでしょ。でも少しずつその感覚が薄まってるというか、気にしなくなってきたなというふうな感じです。感覚なので、あくまでも誰と比べられるわけではないんですが、自分の中でそういったもの強くないかなって、改めてこう自分を振り返ってみたりとか、今の自分どうなんだろうと、その感覚に振り回されてないかなというふうな、ね、ポイントをお話ししたいなと思います。ということで、1つ目、優越感。はい、なのでっていうのもあれですけど、何か今学んでることやってることを優越感に浸りたくてやってるなら、あまりうまくいかないでしょうね。はい、それが原動力だから、見返してやろうというのはもちろんいいんですよ、エネルギーとして。ただそればっかりだとどうしようもね、なかなかあまりこう一瞬それでグッとこうやる気というかね、モチベーションというのはものをね、こう保つために必要なのかもしれないですけども、あまりにもそのために優越感に浸りたくてと、あいつを任したくてというのは、ずっと持ち続けるとやっぱ辛いなと思うし、その理由、何かをやる理由というか、それを学ぶ理由、それがやっぱり優越感に浸りたい。ね、何回も同じ言葉使いますけど、優越感に浸りたくてというのが一番のメインな理由になってると、あんまりこう、良くはないなっていう感覚がしますね。結局、勝った、負けた。で、実はこの後に出てくる言葉もその勝った、負けたみたいなことに、つながってくるんですね。だから何言いたいかというと、この世界で勝ったとか負けたとかってほとんどこう無駄じゃないんだけども、あまり必要ないなっていう、で勝った負けたという感覚があるから優越感に浸りたいわけですね。で、勝っていたい、勝っていたいわけです。そしてじゃあ次、2つ目はその逆です。勝ちたいんじゃなくて、もう劣等感ですよ。俺は劣ってる、俺はもうダメだとの感覚ですよね。劣等感、勝ちたい、勝ってる、優越、ね、そういった優越感に浸りたい。でも劣等感に浸ってたくはないんだけども、やっぱり人とこう比べて、比べることも悪いことじゃないですからね。比べた自分で、比べて、そう、こういうのあれなんですよ。やっぱり優越感に浸りたいとかね、劣等感に別に浸りたくないけども、その強い人ってどうやったらその人に勝てるのか、どうやったら私が負けずに済むのかって言った時に、相手を蹴落とすというか、罠にはめるとか、出ましたよ。罠にはめる。その人はそのつもりあるのかないのかわかりませんけど、4年5年前になりますかね。はい、やられましたから。今考えると笑って喋れるぐらいね、めちゃ、これはいずれね、またもう大炎上してもいいですからね。私はバーンって全部喋ろうと思ってますけども、はい、そうじゃないとね、別にこれをね、受け取った人がどう思うかなので、それによって私の印象も作られるんでしょうけども、私は私の事実というのを伝えて、これだからもう面白くてネタすぎるから喋りたいんですよ。こんなことありましたみたいなね、はい、もうくだらないなっていうことを伝えたら伝えたいとか。でもその時の自分は、やっぱりね、3ヶ月半年とか、消化するのにめちゃ時間かかりましたけどね。はい、また戻します。なので、劣等感、どうせ俺なんかとか、どうせ私なんか、ね、やってもできないし、とかね。って言ってる前にやれよってことなんですけど。やらないと始まらない。で、やったことないからできなくて当たり前ですよ。やったことないのにいきなりできるはずなんてないんですよ。今までやってきた経験だとか、それをミックスして初めてやったことも、何かその経験が生きてできちゃったってことはあるかもしれませんけどね。でもそれはやっぱり過去の経験が積み重なって、なんか初めてやったことができちゃうこともゼロではないでしょうけども、ほとんどの人、ほとんどの場合は初めてやったらできないんですよ。
でもその繰り返しでどうせ俺なんか、ね、あの人はすげえな、そう、できてる人を見てすげえなって当たり前ですよ、思います。ただその人たちだって、ものすごい活躍してきた、時間そこに費やしてきた。すごいな、なのに、どうせ俺なんかとかね。そういう感覚、やめましょう。手放しましょう。なくしましょう。はい。で、今2つ言ってきましたね。1つ目、優越感。2つ目、劣等感。次が実はめちゃめちゃ重要で、これって学んだ時に、と思ったんだけども、いきます。3つ目。愛の減少感です。愛の減少感。まあ、この言葉、このフレーズを聞いて、あって思う人いるかもしれませんね。その方は多分私と同じ学びをしている方なのかなと思いますが、愛の減少感。要は、寂しい。構ってくれない。そこでまたどうせ俺なんかってまた先の劣等感も出てくるんでしょうけども、そう。何言いたいかというと、ね、子供、まあ子供に行くと分かりやすいですよね。はい、子供、長男、次男、長男と長女でもどっちです。ね、一人目生まれました、二人目生まれましたって言った時に、一人で、最初の上のお子さんはね、もう一気に愛情を注がれてた。でも、二人目、三人目でできた時に、ね、子供が増えたよ、兄弟増えたよっていう時に、なんかこう、かまってもらえる時間が減ったとか、ってあるわけですね。で、またね、なんだろう、またかまってかまってみたいな。ことやってきて、でもねえ、年あれだとあんまり上手に喋れないけども、はい、俺2人3人って子供が増えても親の愛情って実は何も変わってないんですよ。でも自分にかけてくれる時間が減ったことによって愛情が減っちゃったのかなって感じるしなんですよ。感じちゃうんですよ人って。でも親の愛情って何も変わってないんですよ。俺です、何言いたいかというと、単なる勘違いをしてるってことなんです。その勘違いで私たちはめちゃめちゃ悩んでるんですよ。うん。私もそうですよね。仕事のオファーが少なくなると、あれ？あ、もう自分でいらないのかなとかっていう感覚を持ちました。今でもそれはゼロではないです。でも、必要な時にまた声かけていただけるように、やっぱり配信すること、ね、発信することは怠らない。まあ一時期は気分乗らなくなって怠ってたっていうかね、やってない時もありましたけども、でもそういう時期、構ってくれない、声かけてくれない、ああ、私への愛情ってないんだな、みんななくなっちゃったんだな、なんて人って感じるってことなんです。でも、それもやっぱり勘違いなんですよ。はい。それで感じるんです。でも、事実はそうではないかもしれないよってことです。減ったように感じる。本当は減ってないのに減ったように感じちゃう。それ悩むんです人って。だからね、なんだろう、ちょっと別な動画でまた話しようかなとかと思いながらもこれテーマずれちゃうんでね、置いときます。また思い出したら喋りますけど、はい。なのでそういったところでは、そう、愛の減少感、寂しいっていう、これは信じる人は信じるし、信じない人は信じないかもしれません。でも私は何かそうやって寂しい思いを感じたときに、あなたが生まれたときから、親よりも同じ時間を過ごしてきている存在があるってことです。その存在に目を向ける。目向けても見えませんけどね。意識を向ける。じゃあ、ありがとうって、いつもね、こうやって見てくれてと、助けてくれてとか、いう、そういった一人じゃないんですよ、人って。必ず一人じゃないんです。でも悩めば悩むだけ一人だって感じがするし、するしっていうかするんですよね。悩んでるのって。でも、そう、悩んでる時って、こうですよね。もうそれしか見えてない。でも、ちょっと視座を高くするとかね、視野を広げると、ね、同じように悩んでる人いるな。そう、そして私には、ね、いろんな人いるよね、いろんな関わってる人いるよねとかっていうふうに思って、愛の減少感も、いや違う、みんなそれぞれだし、うん、今声かけてくれないだけだけど、みんな忘れてるわけではないしっていうふうなことも思いながら、私は思うようにしてるし、そういうところに気づいて思って、そして目に見えないけど生まれた時からずっと、まあ、この辺にいるようなね方に意識を向け、ここの人にありがとうと、いつもありがとうございますなんてね、意識を向けて、ここの人のために頑張るっていう意識に少しずつね、変化をさせていくようなことができたら、とってもいいのかなというふうに思います。
ね、タイトルも何も書かずに今日は、まあ、あんまり普段喋ったことないので、まあ、喋ったことはないんだけどもすごく重要なことだなと思って、またいつもの一発撮りでね、はい、原稿ないですからね、思ったこと、だからいつも喋っていることはスムーズに出てきますけども、いつも喋ってないことを今日はお伝えしようと思ったので、ちょっとたどたどしいというか、でもまあいくらか私の思っていることというかね、学んだことで、そして皆さんの役に立つような、うん、内容になったら嬉しいなということで、今日は人生の中からなくした方がいいだろう3つの感覚、1つ目は優越感、2つ目は劣等感、そして3つ目は愛の減少感ということで、この3つなくせばなくすだけすごくストレスフリーで悩まなくて良くなってくるとかね、はい、なんかそういうのくだらないななんて感じに今思えてくるというか、まだやってんなとかね、あ、まだそういうところでご苦労様みたいなね別に人を下で見るわけじゃないぞ、でも残念だなって見える人がいっぱいなんです。で、昔の自分も残念な人間だったのでね、だからこそ、そう、だから過去の自分がいるから、過去の自分の何かと反応してしまって、あ、やっぱそう言って見えるんですよね、気づけるし。だからそういうことに悩んだことない人は気づかないですよ。過去に悩んだことがある、だから気づける。だから残念だなって見えるし。あ、一生懸命なんかいろいろやってるけど、まだそこなんだってね、もうちょっと早く気づけばいいのになって思ってるから、これでね、動画にして、まあ、配信をしているということで。気づいたら楽になります。気づかないと一生悩みます。はい、ということで、こんな内容も参考になれば嬉しいなと思っております。ありがとうございました。